はい、どうも、佐々木です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ケースケ食堂でございます。本日もですね、最後まで楽しんでいただけたらなというふうに思っております。いやーね、寒い。 東京大寒波。今日ね、ちょっと夜雪降ってて、感動しちゃって、柄にもなく。で、何年雪見て感動したんかなってちょっと思ったんですけど、二日ぐらい前に、ね、外を出たら、うわ、ちょっとこう雪積もってるみたいな、うっすらね、うっすら雪積もってると思って、よう見たら、発泡スチロールの粉やったんですよ。まあ、今年35になるんですけど、35歳でも、童心、子供の心ってやっぱ残ってて、うわ、雪やと。で、大人になって雪って鬱陶しいじゃないですか。お前雪かよ、お前、車、お前、大丈夫かみたいな。路面凍って事故るんちゃうんけみたいな。鬱陶しい、煩わしいな、みたいなことを、やっぱ思うわけですよ、大人になってたらね。でも、そんな大人になってても、童心が残ってて、うわ、雪やと思ったら、発泡スチロール粉かいみたいな。何やねん、と思った、その二日後ぐらいの出来事。で、あ、雪。雪だ。みたいな。まあ、そんな感動をね、したなっていう話をちょっと皆さんにちょっと届けたかったんで、今日のケースケ食堂とは全く関係ないですけど、ちょっと届けたいなと思って、ちょっとお届けさせていただいたわけでございます。僕の東京での初雪、2023、令和5年ということで、皆さん、いかがお過ごしでしょうか？ どんなオープニングやねんということで、改めてケースケ食堂でございます。本日作るね、料理ちょっと発表したいと思います。早速でございますけども、早速本日私佐々木圭介が作りますご飯は焼きそばでございます。焼きそば僕好きなんですよ。だからね、焼きそばって聞くと池袋ウエストゲートパークの誠かなと。ね、誠のお母さんが焼きそばばっか作るんですよ。で、今日のご飯何やねんって聞いた時に、なんだろうねみたいな。どうせ焼きそばだろみたいな。お前さっきからそのソースにプンプンしてんだよ、この野郎みたいなね、くだりがあって。焼きそばイコール IWGP の池袋ウエストゲートパークの誠かなみたいな感じでございますよ。まあ、今日作る焼きそばもそんな秘伝のタレがとかね。隠し味にこんなのっていうのはないんですけど、ちょっとツイッター見てたらね、美味しそうな作り方があったんで、それをちょっと真似したいなっていうのと、あとね、ちょっと前に、YouTuber の D さん、僕昔から好きで、拝見させていただいてるんですけども、 D さんのタブちゃんで、一平ちゃんを食べながら飲むっていう、すげえシンプルな動画があって、それがすごく面白くて、いつかちょっと焼きそば作りながらお酒飲んで動画撮ってみようと思ってたので、まあ、そういうことも相重なりまして、今日は私佐々木圭介食堂で、まあ、焼きそばを作りたいというふうに思っております。やっぱりね、ちょっと物足りないですよ、何かが。ということで、今日もまずは僕飲んでから作らないといけないので、そういうルールなんですよ。もうそう決まってるんでね、僕はちょっと決められたことはしっかり守っていきたいなというふうに思っておりますので、ちょっと飲みながらということなんですけど、ちょっと今日ね、金麦なかったんですよ、スーパーに。だからちょっと今日は浮気しちゃいました。今日は本麒麟でございますね。タモリさんが CM されてるんでね、タモリさんが美味しいって言ってはるから美味しいなと思って。それでは本麒麟はどんな音が鳴るんでしょうか。ではちょっと早速いただきたいと思います。よいしょ。まあ、いいんじゃないですか。では、乾杯。うまいね。これ本麒麟の CM でタモリさんが言ってるんですけど。まあ、そんなね、タモリさんの話はさておき、今日作る焼きそばですが、メニューも、この辺に出ております。ちょっとおしゃれな感じでメニューを出させていただいております。もう本当なんてない焼きそばでございます。本当スーパーでね、売ってるこう3玉、1袋に入ってる、まあ、200円もせえへんようなやつですよね。粉のソースが入ってるみたいな、焼きそばをちょっと作って食べようかなと思っております。もう実際、めっちゃお腹空いてます、マジで。 帰ってきてから何も食うてないんで、夜中のテンションでございますけども、ほんまに食べてないんで、ちょっとすきっ腹に酒なんで、もしかしたら今日酔っ払っちゃうかもしれないです。まあ、いつも酔っ払ってるんですけどね、動画撮ってる時。さあ、じゃあ早速ちょっと作っていきたいと思います。クッキングスタート。
はい、では、ちょっと調理していきたいんですけど、もう今日あんまり野菜切らないです。先にちょっと野菜、まあ先ね、あのメニュー出してたんであれなんですけど、まあまあ、もやしでしょ。で、キャベツもちょっと一玉で買ったら高いから、カットの、ちょっと手抜きました。ごめんなさい。はい。でも高いねん、キャベツ。でも、ちょっと僕ネギは入れたいんですよ。だからネギはちょっとちゃんと買ってきました。今日は124円でした。おネギ情報。じゃあネギをちょっと切っていきましょう。長ネギがね、好きで。これね、長ネギが好きになった理由もね、あるんですよ、一応。聞きます？まあ、聞かないって言うんですけど、この YouTube でも何回か喋ったことあるかもしれないんですけど、大阪の梅田に、大阪駅前第2ビル、地下2階にですね、7.5Hz というラーメン屋さんがあるんですよ。高井田系ラーメンと言われてるラーメン屋さんがあって、僕そこめっちゃ好きなんですよ。当時ね、その近くで働いてたんですけど、お昼ご飯 7.5 で食べて、で、仕事終わって、ちょっと残業になって腹減ったな、とかもう家帰って、ご飯食べるっていうか、ご飯作ったりするのもめんどくさいから、なんか食べて帰ろう、みたいな。翔ちゃんね、僕の友達の翔ちゃん。と一緒に 7.5 行って昼食うたんと同じメニュー食うっていう、それぐらい好きで。でね、そこの僕は最初そのラーメン食べてたんですけど、つけそばっていうのがあるんですよ。つけそば、割とつけ麺みたいなやつなんですけど、もうそれを食べたらめちゃくちゃうまくて、でその 7.5 のラーメンにはこの長ネギのこの青い部分がいっぱい入ってて、それ食べてめちゃくちゃうまいってなって、それ以降なんかこうちょっとなんか作るときはもう長ネギの青い部分、実は生のねネギをちょっと入れるっていうのを結構やってて、そうだから僕大阪出るときにほんまにアイス行って、まあ、ほんま出る直前とかじゃなくて数日前とかやったんですけど、実は言って芸人の仕事でちょっと一生懸命頑張りたいと思うんで東京に引っ越すんですっつって、そうな、すごいなんか、ほんまに寂しなるわーって、おっちゃんなんですけどね。体のごつい、おっちゃんなんですけど、なんかちょっとこう、ほんまにみたいな、頑張ってやーって言ってくれはって、そうめっちゃ嬉しくて。で、友達と二人で行ってたんですけど、ちょっと泣きそうになって。そう。で、なんかそこでね、僕のちょっとこう引っ込み思案なところが出ちゃったのが、もう普通に、まあ、またね、何ヶ月後かは何年後か分かりませんけど、まあ、来るんですけど、一旦ね、思い出として、なんか一緒に写真撮ってもらったらよかったのに、それが言えなかったんですよ。写真撮ってくださいって、そう、言えなかった。それがちょっとね、後悔してるんですけど、まあ、今年はね、大阪ちょっと一回ぐらいは行っときたいなと思って、まあ、友達がね、大阪の友達がようなんか、お前いつ帰ってくんねんみたいな、よう心配してね、LINE くれるんですけど、なんか、いや、帰る予定ないで、みたいな話をしたら、なんか、すごい不機嫌そうな LINE が返ってきて、もともとそんな絵文字とか顔文字とか使うような間柄ではないので、もう十何年、15年ぐらいの付き合いなんで、なんですけど、なんか、もうほんまになんか、顔文字も絵文字もともともついてない文章でずっとやり取りしてるんですけど、いや帰らへんでって言ったら、もちろん絵文字も顔文字もついてないんですけど、どう考えても機嫌悪なったなっていうような LINE が返ってくるんですよ。いや、まあ申し訳ないなとは思うんですけど、じゃあネギ、はい、切れました。はい、洗いもします。もう次の作業はもう炒めるだけなんで、もうできました。もう言ったら割合で言ったら 50% ぐらいできてるんで、焼きそばで言ったら焼きそば4までしょ、焼きまでできました。あとそばを待つだけでございます。はい、では次の工程に行きます。次はね、豚肉を炒めます。フライパンにサラダ油をひきまして、大さじ1ぐらいかな。まあ豚から油出るんでね、そんないっぱいいっぱい入れなくていいです。で、ここで普通に油で豚肉炒めてもいいんですけど、なんか僕が見たね、ツイッターで、また後で載せときますけど、ツイッターで焦がしニンニクみたいな、そうやってて、めっちゃうまそうと思って、だから今回は焦がしニンニクと焦がし生姜をしたいなと思います。で、ニンニク僕ちょっとこだわっててっていうか好きで、この SB からっていうみじん切り生ニンニク、これね、これいいですよ。前もなんかで言ったかもしれない。
ちょっとニンニクを。大体ね、まあ、明日僕休みなんで予定ないんで、ちょっと多めにします。大体どこで何グラムやろう、まあ、3か4ぐらいかな。生姜も同じぐらい入れます。ほんで、火かけます。点火。はい、で、あの、強火だったら焦げるんで、まあ、弱火ぐらいでゆっくりこう油に生姜とニンニクのスメルを移していくという作業をします。その間に僕は飲みます。一週間ぶりなんですよ、お酒飲むの。一週間ちょっとぶりかな、うん、偉いわ、一週間も飲まんと。ちょっと忙しかったんでね、そう、何やかんややってたら、あーもう 寝る時間やってなったから、お酒をね飲むことができなかったんですけど、我慢してたとかじゃないんですけど、ね、最近ね、あの、まあ、昔からですけど家におることが多くて、それこそ前ね、ここで、あの、この話したら僕の知人が怒るんですよ、僕の友達が怒るんで、あんま言いたないんですけど、あの、僕、ぼっちだろくにハマってて、で、ねえ、もう何回言うねんと、おいと。言われたんですよ、友達に。その僕の YouTube 見てくれてて、東京でできた友達なんですけど、さっさんと、あの、ぼっちだろくの話もういいから、みたいな。プライベートでもぼっちだろくの話するし、YouTube でもぼっちだろくの話するから、もういいみたいな。言われてるんですけど、まあ、アニメにね、ハマってて、最近漫画にハマってて、また。でこれは、あの、チェーンソーマンをジャンププラスで見てて、で、めっちゃ面白くて、で、やっぱこう、いろんな広告上がってくるじゃないですか。ジャンププラスだけじゃないけども、YouTube もそうやけど、まあ、Twitter とかインスタとかもそうだけど、いろんな広告上がってくるじゃないですか。で、その中に、なんか、祝、アニメ化決定みたいな。いや、アニメ化決定ってことは、まあ、人気ある漫画なんや。見ようと思って見たんが、あの 2.5 次元のリリサ、誘惑と書いてリリサって思うんですけど、それ最近読んでてめっちゃハマってて、でその前はあの五等分の花嫁、アニメも映画も漫画も全部見て、で僕も最近ちょっとその萌え系女子みたいな、あのさ、服顔ってあるじゃないですか、こうむってできへんけど怒ってるみたいな、何のこっちゃ思ったんです昔。最近めちゃくちゃ可愛いなと思って。で、話戻るんですけど、僕が今見てるね、2.5 次元のリリサっていうのがね、まあ知ってる人、まあ、ほんまに人気ある漫画らしいんで、知ってる人たくさんいると思うんですけど、まあ、二次元にしか恋をしない男の子とコスプレイヤーの話みたいな。めっちゃおもろいですよ。ただ最初の方めちゃくちゃエロいシーン多くて、僕電車の中で、ジャンププラスで、しかもアプリやからちょっと隠れてるんですよ。なんかこのアプリと規約とかがあって、全部見せられるのがわかるんですけど、ちょっと隠れてて、隠れてくれてるのがいいんですけど、ところどころちゃんと分かる描写があるんで、なんかその電車の中で呼んでるときに、ある女の子が、ちょっとこう、もう全部見えてる状態で、あ、先輩みたいな。ちょっとあの、電車の中で読むの読めようと思って。で最近はね、あの電車の中でも読んでもいい、読めるような、あの、シーンになってきたんで、いいんですけど、そのフェーズに入ってきたからいいんですけど、ちょっと当時は、ちょっと電車の中で読むと見られへんな、みたいな。そう。だね、家の中で過ごすことが多くなってきて、にもかかわらずそうお酒を我慢してたんで、はい、そんなこと言ってたらですね、生姜とニンニクのいい香りが際立ってきたので、ここで豚肉を入れます。で今回豚肉 260g 使います。あら贅沢。前のね、豚キムチ作りますっていう動画の時に、僕豚肉なんか 120g ずつ、その包んで冷凍してるんですみたいな話をして、で合わせてこれだったら 240g って言わなあかんのに 140g って言ってね、めちゃくちゃ算数間違ってるやんっていう、編集しながら気づいたんですけど、そのまま使いました。はい、ということで豚肉を入れます。でこの時の火も全然弱火でいいかなと、まあ、ちょっと強くしようかな。そう、あんま強火でガチガチ炒めるよりかは中火ぐらいでいいかなと。よいしょ。で、まあ、ちょっとラップに包んでたんで、
まあ、冷凍してたやつを解凍してたんでね、ラップで包んでたんで、もう火が通る前に、塩コショウします。じゃまずお塩、僕は結構多めで入れます。で次コショウ、これも多めです。30振りぐらいしたかな。で炒めます。いやほんま豚肉はマジで、まあ、牛肉もうまいけど、なんか豚肉もマジで塩コショウしただけで酒飲めちゃうから、ほんまないやつは今これで酒飲みたいのね。でも今日は焼きそばなんでちょっと我慢しますけど、よし。でこれもな、だいたいね、赤身が、赤いところがなくなってくるぐらいまで炒めます。もうこんなもんでいいでしょ、一旦。で、一回引き上げます。はい。はい。引き上げまーす。で、ちょっと油足します。野菜入れまーす。さっきキャベツ。全部使えるかな。あ、全部使おう。はい。キャベツ。あ、こんなキャベツとかこう、ちょっとね、一玉凍ってきて、で、焼きそばで使う分。とあとはなんかおつまみで使うみたいな塩昆布と一味とごま油かな。それでちょっとおつまみみたいなの作ってもよかったんですけど、ほんまにいち早くキャベツが安くなることを願っております。まあだいたいもうちょっとかな、もうちょっと炒めたいかな。この時の火もまあ中火強ぐらいですかね。そんな強くしなくてもいいかなって。あ、危な。換気扇つけてない。換気扇つけます。危な。ちょっとうるさくなります、ここから。はい、である程度キャベツ火通ったんで、もやし入れます。これもね、もやしも全然生で食べれるんで、ちょっとだけ火通してあげて、こんなもんでいいでしょう。はい。じゃあ麺を投入します。で、3袋1玉のやつ、まあ、大体こう、チルドみたいなね、冷たいところで売ってきて、売ってあるんで、そのまま入れないです。一回チンします。だから、メニューっていうか、そのレシピの、その書いてある、袋に書いてあるのは入れて、麺入れて、お水入れて、蒸し焼きみたいなって言うんですけど、僕あれあんま好きじゃないんで、もう一回レンジでチンしてます。だから、取ってきます。はい、レンジでチンした麺、取ってきましたんで、入れます。よいしょ。レンジでチンするときは、ちょっと切り込み入れて、チンしてくださいね。はい。で、これで入れたら、もう別に水入れやんでも、もうほぐれてるんで、やりやすいんですよ。こうやって。よいしょ。ああ、最悪めっちゃもったいない。で、今回ちょっと3玉使ったんで、はい。で、ちょっとある程度、こうやってなじまして、よいしょ、ほぐしていきます。で、ある程度ほぐれたら、ここに、さっき炒めて、のけた豚肉入れます。もうなんか汁とかも全部入れます。はい。で、ちょっとそこから、若干焦げつくと思うんで、ちょっとこう下から、すくうように。
やってもらってもいいかなと思います。で、ここで、ソース入れます。粉のソースですね。付属の、粉のソース入れます。付属3袋なんですけど、一旦ちょっと2袋入れた状態で、ちょっと、一旦混ぜます。ただね、全然この、焼きそばの麺の、黄色さが目立つんですけど、こっからソースを、なじましていくと。で、この時はちょっと火僕は弱めてます、今。絶対焦げるんで、焦げたらもったいないんで。はい。ああ、いい感じ、いい感じ。で、ある程度、まあ、全体的にソース、馴染んだなと思ったら、3袋目入れます。で、ここでも馴染ましていきます。あ、飛んでた、もったいない。救出成功！おっし、おっし、おっし。はい。だいぶね、この麺が、こうソース馴染んでくれたんでいい感じでございます。でちょっとまだあれなんで、こうちょっとこうフライパンをね斜めにしながら触れないんで、多分この量でフライパンバーン振ったらそばペアー飛んでいってもったいないことになりますし、あと掃除がめんどくさいんで、はい、あ、また黄色やんけ。ほらちゃんとソースに染まりなさい。腕がだるい。3玉入れてるからね。はい。では。あ、ちょっとまだ黄色ね。はい。なんで、これで、まあ、ソース絡めたんですけど、僕ね、味濃いのが好きなんで、ここでちょっと追いソース、ソース追加します。はい。まあ、ソース追加するんですけど、僕はたこ焼きソースを使います。焼きそばソースとかお好みソース、お好み焼きソースとか売ってるんですけど、僕、たこ焼きソースがめっちゃ好きなんで、これをね、焼いて1、2、3ぐらいですかね、入れます。これで、まあ、ちょっとなんかべちゃってるぐらいの方が、美味しいんちゃうかなって思ってます。はい。まあ、もしこれで味足りんかったら、まあ、後で足しゃいいんで、はい。ちょっとまあ、気持ち、まあまあまあ、これぐらい、もうちょっと欲しいなぐらいで止めてもいいんちゃうかなと思いますけどね。はい。はい。で、いい感じにソース馴染んでくれたんで、最後、和風だしをちょっと振りかけます。全体的にいいかな。もうこれ目分量なんで、こんなんは。はい。で、このね、顆粒が溶けるように全体に。まあ、最後ね、鰹節乗せるんですけど、ちょっとここでも、なんか、出汁の風味欲しいなと思うんで混ぜ込みます。いいですね。ではちょっと今日は贅沢します。真ん中開けて、もうね、真ん中開けての時点でも分かったと思うんですが、卵入れます。よいしょ。はい。で、中に卵が入ったんで、これでちょっと麺で蓋を、おっと！蓋をします。もったいない。お肉飛んでった。ちょっと蒸し焼きみたいに、蒸し目玉焼きみたいな感じにしましょう。で、ちょっと強火でちょっとこう焦がしてソースの匂いを際立たせるっていうところと、あとはこの中に隠れている生卵がちゃんと火を通るように、まあ、そんなねガッツリ通さないんであれですけど、はい、それでこれ火を止めます。はい、ではこれで完成なんですけど、これだけじゃちょっとね彩りがあれなので、さっき切ったね長ネギを入れます。あー、いいですね。はい、でここに次は紅生姜、水気切ってます、ちゃんと。ドーン塊。はい。おー、すごい。もう紅生姜入った瞬間ね、色が変わります。で、あとは、鰹節。お、2袋いきましょう。全体に。はい。よいしょ。おー。
いい感じ。はい、これで焼きそば完成です。いやめちゃくちゃいい。もう今ねちょっとおうちでこの紅生姜の赤の発色具合がもうえげつない。じゃあ早速食べていきたいと思います。さあ、それでは焼きそば完成いたしました、ね、早速いただきたいと思うんですが、ビールなくなっちゃったんで2本目、はい、2本目いただきたいと思います、はい、2本目はここで開けます、はい、じゃあ改めて乾杯。うまい。じゃあちょっと焼きそば食べます。あの3玉で作ったんですよ今日。あの盛り付けれるお皿がなくて、なのでちょっと行儀悪いんですけどごめんなさい、ちょっとフライパンのままいきたいと思います。そうで、気になるのは卵どうなったかな、掘ってみますね、はい、おるかな、あれどこ行った、あ、おる、あ、まだちょっとね生やけど、ちょっとこの、あ、ほらほら、ちょっと火半熟で通ってる感じ、わかりますかね、これ。おお、すごい。くわあ。ちょっと食らいます。いただきます。じゃないと僕の左手首が限界だ。いただきます。ちょっと待って、一回。マジで重い。マジで重いのよ。いただきます。うまい。ソースの加減バッチリ。ちょっと置きます。何キロあんねんこれ、めちゃくちゃ重い。よし、次はこの豚肉とネギと紅生姜を俺の左手持ってくれ。よし、ほらすごいのよ。あ、これ。リアルにうまい。あのね、うん。豚肉がちゃんとね、ニンニク、あ、効いてる。効いてる。ソースにかき消されることなく効いてるよ。ちょっと熱いから、あ、来る、あ、来るか、頬張りすぎた。うん、ただ一個失敗なのは、あのほんまにこの量入れれる皿を持ってなかったっていうことだけ。めっちゃうまい。ネギも最高。ネギの辛みとね、紅生姜の辛みがめっちゃいい感じで仕事してくれてるんですよ。手首折れる、手首が、いやマジでうまい。さあ、ということで今回はですね、焼きそば作ってみましたね、本来はなんかすごいお肉を使って作りましたみたいな YouTube っぽいと思うんですけど、そうではなくて、どこのスーパーにでも売っているような、お肉と、まあ、どこのスーパーでも売ってる麺を使って、まあ、ちょっとね自分なりの、まあ、こんなんやってみましたとかっていうのはありましたけど、いやめちゃくちゃ美味しかったです。だからほんまにね、自分で作って食べるもよしですし、誰かに作ってあげるもよしなんで、なんかやってみてほしいなというふうに思いました。もちろんねこれ僕のオリジナルメニューではないので、ツイッターで紹介されてたメニューをちょっと参考にさせていただいたので、まあ、そういったところでなんか料理の楽しさっていうところに改めて触れれたなと。ちょっと気づかんかったんですよ。僕、ニンニクも生姜も好きですけど、このニンニクと生姜を一回ちょっとこう油で
まあ、ニンニク生姜油みたいなの作ってから作るなんて発想なかったんで、やっぱこの SNS ってすごいな、料理ってすごいなって、なんかちょっと勝手に一人で感動してます。いや、ほんま美味しかったんで、簡単なんで、ぜひ皆さんもね、なんかちょっと作ってみて、でまた失敗してもいいですし、失敗したら次はこういう風に作ってみようみたいな、なんかこう新しい発見あると思うんで、なんかこう日々ね楽しく生きていく中で料理って大事になっちゃうかなって僕は勝手に思ってるんで、ぜひ皆さんもやってみてほしいなという風に思っております。ということで今日はこれまで。以上、佐々木圭介でした。どうもありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。